村蓮、あなたって本当に邪魔。私が木の刀身、メメントモリ。アルマ！彼岸の世界にようこそ。アルマを離せ！なぜアルマを狙った！別に理由などないわ。刀身とは不安、怒り、憎しみなどの負の衝動を世界にもたらし、戦いの火種を生み出す存在。水の刀身ドゥームは憤怒を司り、炎の刀身ニルヴァーナは堕落、そして私は執着。執着とは最も甘美な魂の牢獄。思い出に囚われた人間が未来へと進めなくなる。私はその姿を見るのが何より嬉しい。ただそれだけよ。それだけだって。でもあなたたちは牢獄から抜け出そうとしている。また邪魔をするつもりなのね、ホムラレン。あらあら、オルタナティブドラゴン、あなたも一緒だったのね。お、そんなみすぼらしい姿になって。みすぼら？あの日の龍河門での凛々しい姿はどこに行ったの？龍河門？何のことであるか！今度は邪魔させない。アルマ、母さんが守ってあげるわ。これからもずっと。ふざけるな！アルマを解放しろ！木の刀身なら火属性の量まで倒せるはずだ！やったである。行くぞ！ストライク！それは撃っちゃダメなやつだよ。ねえ、そうだよね。ああ、ありえない。え、でも今撃たないと。何しようとしてたんだ。何事せよ、レン。ポップコーン食べ放題始めました。うわー、いただくねえ。うわー、いただくねえ。なに？さあ、消えなさい。かろうじて防御の型を取っていたか。ならば。そう、そこを長押しして。いいよいいよ。これって何も考えず消せばいい。じゃないとサンズリバーにオパリオだよ。オパリオだよだよ。でも、でもレン、何をしゅうがせよ。いやー、早っ。
目を覚ましてやる。やっと正気に戻ったがか。あ、危なかった。ベン、見るである、うん、あの煙を吸うと幻覚を見せられるのである。いわば鳳凰幻魔剣だったのである。どこで覚えたんだよ。コラボである。でもよく幻覚だってわかったな。うむ、オラ様、危険な幻覚に取り込まれていたであるが。様の強靭な精神力を持って幻影を打ち破ったである。サンキューオラゴン、めちゃくちゃ痛かったけどおかげで目が覚めたぜ。さあ反撃だ龍馬。おっ、どうなっちゅうがじゃ。強さも硬さも速さもさっきまでとはまるで違うぜよ。成長しているである。成長？まさかオラ様たちが幻覚を見ている間にであるか。その通りよ、オルタナティブドラゴン。花は傷つくたびに強くなるの。まだ終わらせない。ハルマを助けられる可能性は 0.01% 以下。でも必ず助け出してみせる。私の愛した数式で。